去年は一個上の先輩が本当に頼れる人たちで、4年生さんが結構そのリーグ戦の主力として戦ってくださってて、接戦に勝ちきれないっていうことが去年はずっと課題に上がっていて、好きだったけど好きと勝つは別だなと思って、去年は悔しいシーズンだったなっていうふうに思ってます。今年は本当に4年生さんがすごいチーム全体もひともっとしてくれていて、子だけでも勝てないし、逆にチームだけでも勝てない、こうずっとリーグ戦を通してブレないような、その個人個人で一人一人考えられるような組織づくりをしていきたい。だからどっちも欠かしちゃいけないと思ってるからこそ、会話を本当に大切にしたい。練習中の会話がやっぱ増えたり、なんか下級生からどんどん発信していくっていう場面が今シーズンは去年より全然増えていて、クロスの技術以外に会話をしていこうっていうのはみんなで言ってて、下の意見を結構聞いてくれるっていうのがその組織のこう良さにつながっているかなと思います。相手を元気にするだけじゃなくて、相手に厳しいことを言うのも会話だし、ただそこを求めるのもチームの一つの大事な要素だよっていうことは常に言ってますね。なんかラクロスっていうスポーツ自体が、まだ日本だと未発達というか、これから探っていくようなスポーツなので、そのなんか自分たちでこう試行錯誤して作っていく面白さだったり、その自分の頑張り次第でその日本一になれたり代表になれたり、自分の努力次第でどこまでもその上にどんどん上に目指せるスポーツだと思うので、やっぱ上を目指せる存在が周りにもいるし、その自分も目指せる環境にすぐ自分を受けるっていうのが本当に答えがないスポーツだと思って、もうその人の個性が答えだし、それを生かすかどうかはやっぱチーム次第だし、チームの方針に沿ってプレイヤーをやるけど、シュンさんはその人個人個人をすごいしっかり見てくださってるので、その個人の強みを何も縛りも縛られずにやらせてくれるのが魅力です。で、青学はその自分の個性をすごく生かそうとしてくれるので、みんなが、あ、やっぱラクロス楽しいなってみんながふと思ってくれるチームにしたくて、で試合に出るメンバーだけじゃなくて、その今人数がすごい多くて100人近い部員数なんですけど、その中で一人一人にちゃんと役割があって、全員で力を合わせて試合とかに臨む日本一の目標を掲げているので、このチームのために頑張ろうってみんながそれぞれのために思えるチームを作りたい。トップチームの人たちだけが試合に出て勝つじゃなくて、一人一人の役職があって、そこが全部合わさってチームとして勝つ。すごいチーム全員でチームを作ってるって感じでいいチームだと思います。その自分が技術で足りないと思ったら、その分誰かを応援したりとか、他のところでも活躍できるというのがこのチームのすごい魅力だと思います。そして魅力のある人になれるのがこのチームの魅力だと思います。一生付き合っていけるような仲間ができる。辛い時はいっぱいあるけど、やっぱラクロスを一緒に楽しみたいなっていうふうに一番思いますね。ですね。だから私はみんなが好きだし、みんなもみんなを好きでいてほしいって感じです。